こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科、橋本です。こちらの歯なのですが、1年前に虫歯の治療で神経を取り、その後、歯科の恐怖症にて、通院を中断してしまった患者さんのケースになります。おそらくこちらには歯があったわけですが、今回欠けてしまい相談に見られました。このように根の部分が残っていますが、この白いところはエナメル質になります。そしてこの茶色いところは象牙質、そして黒いところは、まあ、通常こちらも全て虫歯となっていると思います。そしてここに歯茎が、このように歯肉がですね、この歯の上を覆ってしまっているという状態になります。そしてこちらはセラミックの歯が入ってますし、こちらもかぶせてあるセラミックになります。そして表から見えますから、笑った時に歯がなくなっているということになってしまいました。そしてこの歯を抜歯しないで残す治療を橋本歯科では得意としております。この歯肉を麻酔をせずに、この歯肉を麻酔をせずに、レーザーも使わずに、切らずに、切除せずに、この歯の治療を行っていきます。どのように行うかは、ご来院していただいたときに説明したいと思います。この歯を見たときに抜歯とほとんど言われると思います。抜歯するか、あとはこちらとこちらをつないでブリッジするか、抜歯して入れ歯を入れるかという問題になってくると思います。声帯はこのように歯肉を増殖させ、このような状態にしていきます。この歯を抜かずに残したい方、橋本歯科にご相談に見えてはいかがでしょうか。抜く前に、治療の前に相談にいらしてみてください。治療するかしないかは患者さんが決めることだと思います。そして私は最大限努力します。麻酔をせずに、麻酔を使わずに、この治療は可能だということを皆さんにお伝えしたいと思います。詳しくは本を2冊ほど出版しておりますので、そちらをお読みいただくか、あとは YouTube で他の動画もアップしていますので、そちらをご覧いただければと思います。治療というのはいじくり回すことではなく、十分な説明と理解、そして患者さんが何をしたいかということが一番の重要なポイントです。そして整体はこのようなことを行っていくということです。我々が頭でいくら考え、そして手を出したとしても、整体はそれに対して反発する場合もあります。そして適応する場合もあります。それが整体の答えです。教科書に答えは載っていません。最新の臨床は、ここが最新の臨床です。学会にも本にも海外にも最新の臨床はないということです。これが理解できないと、これは抜歯になります。麻酔をして歯肉を取りますということです。